あの悪魔逃げ足だけは早いからな。全く見当たらないぞ。悪魔の足跡ね。こっこっこ。お主も悪魔の足跡を追っているのか。なんだジジイ、コーンヘッドか。ここは危険だ、畑に帰れ。あまり大吾を嗅ぎ回られては困る。殺すよ。お前は研究していた薬の投与でこのホムラビトの火力が向上。良い検体を手に入れてご機嫌だぞい。また会ったな殺人鬼。貴様をこの剣のこの剣のこの剣に。死ぬ覚悟はできたか。敵地で一人になるとは。貧弱第八は報告通りの人員不足なようじゃの。わしの研究で強化した炎人が消し炭にしてやろう。増強された火力を一点集中させて放つ新兵器。死体も灰も残すなよ。薬のおかげで体の内から外まで炎が力がうわぁ来たんちまう。危ねえ。貴様、騎士の照り焼きにするつもりか。照り焼き、てめえに何のタレがついたって言うんだ。我は灼熱の地に降り立ち、金色の衣をまといて。はぁ、天ぷらの話か。お前バカだろ。騎士だ。お前マジに特殊消防官かよ。ビビってんのか。手応えがねえぜ。余裕ぶってんじゃねえ。なんだお前、カッコつけてるだけでめちゃくちゃ弱いな。バカだし。なぜだ、いつもの調子が出ない。お主の調子の問題ではない。わしの炎人の火力が強すぎるのじゃ。いるんだよな、もともと何もできねえくせに。調子が悪いだろ、何かのせいにして逃げる雑魚が。インチキ揃いの消防官らしい言い訳だね、雑魚バカがよ。何、コッコ配属早々の新入隊員じゃ実戦のレベル差に気づくことすらできんようじゃな。それを調子のせいにして情けねえ。カッコつけてるだけのバカが騎士。負け越しの負け犬がいいとこだぜ。俺は騎士でも騎士王だぞ。うるせえ。雑魚がシャシャリ出てきた褒美にせめて苦しませながら殺してやるぜ。なぜだ、全く力が出せない。左、なぜ右利きの俺が左手で持っているんだ。知るかよ、あの世でもそうやって言い訳してる。試練一戦。おかしいと思った。なんじゃこいつ、バカ強い。